F11 回 F-11 タイガー飛行する F11 回から1 3 8 6 2 5号機 F-11 タイガーはグラマン社が開発しアメリカ海軍で1950年代後半に運用された環状戦闘機。相性のタイガーはトラノイ。1962年に軍用機の故障が陸海空軍で統一される前の機種記号は F11 回であった。F9 回から6クルーガーは、後退翼の採用によって、F9 回パンサーより、速度性能を向上させた優秀な戦闘機であったが、当時の航空機の速度性能は年々向上しており、超音速機も相場実用化するものと思われた。そのため、百五十二年四月に f 九回から八として、本格的な超音速戦闘機が、 アメリカ海軍より発注された。なお、1952年6月には、チャンスボート F8U の契約も行われていることから、F8U 開発の保険的な意味合いも大きかった。機体が F9 回とは全く異なるが、F9 回から8の名称で、開発開始されたのは、予算対策の目的に既存機の回収の形を取ったためである。なお、開発途中で、 F9 回から9に名称が変更されている。F9 回から9は1954年7月に初飛行し、1955年4月に F11 回から1の名称が与えられた。チャンスボート F8U、マクダネル F4H と海軍の主力機の座を争ったが、もともとは軽量戦闘機であったはずが、開発の過程で改良を重ねるうちに重量が、 増加してしまい、それと、非力なエンジンの組み合わせは、速度、加速、上昇性能において劣っていた。加えて、全転候性能や多用途性能にも欠けていた。当時のアメリカ海軍は、ジェット戦闘機を純戦闘機として、レシプロ戦闘機を戦闘爆撃機として運用してきたが、さすがに50年代半ばを過ぎた当時は、レシプロ戦闘機の性能は限界に達しており、 ジェット戦闘機に戦闘爆撃機としても使用できる、汎用性が求められるようになった。対抗機であった F-8U は、ある程度の汎用性を備えており、かつ、全天候化にも、対応可能であった。そのため F-11 の生産数は196機に、止まった。ブルーエンジェルス実戦部隊への配備も1957年から1961年までと、短い。 ただし、離着艦性能操縦性、運動性においては非常に優れていたので、アメリカ海軍の極技飛行隊、ブルーエンジェルスの使用機になった。初期生産型と機種部分を延長した後期生産型がある。F11 回から1は1962年のアメリカ3軍の軍用機故障の統一に伴って F-11A と解消された。 F11 回から1回スーパータイガー前述の通り F11 回は機体重量に比べてエンジンが非力だったのが弱点であった。これを改良しエンジンをより強力な GEJ79 に変えた性能向上型 F11 回から1回スーパータイガーが開発された。最高速度時速 2253km を記録。 さらには23,449メートルの世界高度記録を樹立したが、反面エンジンの大型化により燃料消費が増大したことで、航続距離が減少し、さらに翼面荷重も高くなったことから、離着陸性能も悪化し、海軍の興味を引かず採用には至らなかった。F11 回から1回は試作機2機の生産にどまった。 F11 回から1回は1962年に F-11B と解消された。そこでグラマンは NATO や F-86 の後継戦闘機を選定していた日本の航空自衛隊に販売代理店の日照祝いとともに売り込みを図った。日本向けの機体はグラマンの社内名で G98J-11 と呼ばれ F11 回から1回の2号機を改造したデモンストレーターが製作されその操縦性と安全性をセールスポイントとして日本では採用が一旦内定したしかし G-98 の内定に対して汚職の疑いがあるまた設計図だけの幽霊戦闘機との批判が起こり関係者からの事情聴取や 承認関門にまで発展、一旦白紙化した。前述の通り、F11 回から1回スーパータイガーは、エンジンの乾燥により様々な問題が生じたが、グラマンはこれを改良して自衛隊の要求に合わせると、していた。しかしその場合の開発資金は、当然日本一国で負担しなければならず、対立候補であった、ロッキード F-104 と比べると、 生産も運用も困難となることがすでに1957年の調査団の報告書でも指摘されていた。現田ノル航空爆料庁を団長とする官民合同の調査団が再び訪米し2ヶ月半にわたる調査の結果提出された報告書に基づく再選定の結果、結局 F-104 が採用された。 グラマンはこれにより230機という大口需要を失うこととなった。ありがとうございます。